ということで、たくさん皆さんの素顔にも迫れたんですけれども、はい、ここでですね、もっと皆さんの素顔に迫るため、はい、こんなゲームをご用意しました。題して、教えてあなたの一押しガイム。イエーイ。私からお題を出します。そのお題に該当するのは誰か何かを皆さん順番にお答えいただきます。最初のお題はこちらです。ガイムの登場人物の中で無人島に一人連れていくなら誰。はい、これは皆さんね、会場の皆さんも私だったら誰誰だわなんて今考えてらっしゃると思いますが、出演者の皆さん、ガイムの登場人物もう一度じっくり思い出してください。いいですか、はあ、では、波岡さんから順にお願いいたします。ゆうちゃむ。ふぅちゃむちゃむ。俺はあれ戦国龍馬ですね。はい、私はペコですね。僕はザックです。僕は坂東さん。僕じゃあ、コウタさんですかね。あ、本当に。私もプロフェッサーです。おぉ、お姉ちゃん。もちろんお姉ちゃん。これは本当皆さんにお聞きしたいですが、青木さんは、はい、ご自身の戦国龍馬。いや、もうそれはそうですよ。無人島にいても彼がいればなんとかなりますからね、きっと。エネルギーに変えてくれますよ、あるもの全部ね。天才ですから。はい、頼もしいですよね。はい、そして志田さんは、はい、ペコ。ペコはちっちゃいけどなんか頑張ってくれそう。理由があんまり定まってないです。そして佐野さんは、はい、坂東さん。坂東さん、フルーツパーラー。料理うまいだろうなっていうのは。俺も迷った、坂東さん。ね、坂東さんはすごいいい人材っていうか物件の人材。俺も坂東さん料理作ってくれそうだなっていうのと、ね、ザックは素潜りしてくれそうっていうのでなんかすごい。そこでめっちゃやってた。わかるでしょ、イメージできるもん。素潜りわかるでしょ、本当に。はい、では高杉さんは、コウタ。そう、なんでなんで。いや、それはもうだってガックンのなんですかね、スペックの高さ。スペックの高さ。いやいや、俺に狩りさせようとしてるでしょ。ねえ、そう、動物飼ったことないから俺。あ、そっか。さっきの素潜りのイメージと一緒なんですよ。素潜りか陸用かみたいな感じでしょ。陸か水中かみたいな。確かに高いところにあるなんか木の実とか。イノシシとか追いかけてそうじゃないですか。でも負ける気しないんだ、本当に俺。ないんですよ、本当に。だからです。なんかすごく楽しそうな無人島ですね。あ、絶対楽しいと思うんですよね。つくいさんはプロフェッサー。私も同じ理由ですね。天才なんで生きていけそうな気がするなという。はい、やはりここにはね、一つのやっぱり絆を感じますね。絆感じます。勝手に絆作んないでもらっていいですか。選ぶ権利あるもんね。ちょっと。そして、久保田さんはお姉ちゃん。そうですね、無人島で始まりの男になります。言った。イエローカード2枚退場。ピーレッドカード。誰誰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 誰